アキラオハーン。アキラオだよ。アキラオが初喋りだった。この動画の。なんと。こんなもん押し込むしかないんだよ。やっぱそういうタイプ？ほれ。力をかける向きを考えるんだ。無理そうだったな、確か。うん、無理そうだったじゃん。左に力を入れるように、そう。あのね、手首痛くて無理。でもちょっと入ったよ。本当に？今までで一番。まあ。ありがとう。下に置いたら取れなくなったわ。何？あ、うん、椅子できたよ。やった。おーおーおー、すみません。なんだかんだ割と重労働そう。こいつも包帯みたい。でかい。まあ一応貼っとくか。絶対でかいな。まあいっか。よいしょ。はあ。はあ。疲れた。さあ、一番最後は棚。一番大変そうな棚だ。頑張るか。これと。にこれ届くと思わなかったよね。工程めっちゃ多いな。水欲しい。マスカットティー、ずっと探してたんだけどずっとなくてさ、やっと見つけた。めっちゃ美味しいんだよなこれ。わあ最高。めっちゃ薄い。5、6、7、4、9。工程1がやっと終わった。次これか。え、無理なんだけど。背中丸めてると丸めてるで痛い。プッシュラッチの向きに気をつけてください。ああ
扉パタンってやった時にパタンって閉まるやつか。ちっちゃいネジなくしそう。プラスのドライバーどこですか。マジいろんなもんなくしがち。おいびっくりした。S と T。 おー、できてる。これは終わりなのでは。あー、あったー。もうなんかいろいろボロボロなんですけど、スカート汚いし、腕も汚いし、めっちゃ汗かいたし、手が真っ赤、指特にやばいな。あー、薬塗ってねよ今日は。よし、完成。よし、ちょっとまだ段ボールとか置いてありますけど、こんな感じになりました。あー、こっちもめっちゃいいな、座り心地最高。という感じで今日の動画は家具の組み立て編でございました。マジよく頑張った。おじいたーい。なんかもはや感無量ですって感じです。いい感じのチェストと、いい感じの丸いテーブルと、いい感じの椅子、良いお部屋になりそうです。嬉しい。ということで今日の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とインスタもやってるので、よければフォローしてください。ではまた次の動画で。